でさ、暗すぎん。あのね、待てあのね、周り真っ暗。あのお昼の時点でさ、心霊スポットにして来ちゃダメだよとか言うじゃない。夜ね、危なくて来るなっていうレベルだわ。なんかその暗すぎて、何ここ、久々になんかオーブ見るな。オーブいらっしゃいますか。よいしょ、待ってね。じゃあ行きましょう。待って、はい。さあ、こちら、ね、読めません。レンニョドハスニョド、わかんないけど。で、かっちゃん、今どこが一番やばい。まだやばくないです。あれ、はい、まだね、この辺りはまだね、序の口の男でしょうかね。でもね、この嫌な、さっき嫌だね、寒気がするね。いやじゃさすがにオーブン多いですね。何消すの。待って、あの電気つけていいタイミング教えてくれ、わからない。はい、ここはね、観光地にもなるという、はい、なんですけど、まだ右側からですね、まずはこちら側から、はい、ね、朝、昼晩でも行ったんですけど、これ竹が倒れてるのはちょっと僕も想定外なんですよ。これか、うん、これ倒れてなかった。すごい倒れ方しとるな、うん、根元の方からぼっきりいっとるんじゃん。誰か登ったのかな。やばいエリア教えてね。全部やばいんですけど。はい、まずね、あの辺にどの辺、死んだ方の埋もれた骸骨っぽいものが見えるんですけど。ほう、うん、だけどここは物を話してくれる人がいるのかがどうかは僕も定かじゃないです。そのさ、埋まってる方々はさ、なんていうか、もっとここの道、もともとは広かったの。これね、点でされてるんですよ。はい、ここが一番やばい場所ですね。おう、ここ、このなだらかな斜面のところが、はい、ここね、意外と山賊が多いところなんです。おっと、そうですね、これここが一番、来るとわかるんですけど、めちゃくちゃひんやりしてますよ。でも確かになんか急になんかひんやりしたな。エリアが違うな。うん、ここだけが違うんですよ、空気が。ここめっちゃひんやりするんですよ。で、あそこら辺にも人がいっぱい。いっぱい？うん、こっちを見てるんですよ。どの辺？あの葉っぱがあるあたりまで上の方なの？そう。かなり高いんですよ、意外と。あれ、あそこら辺が、あそこまで、あれ、ちゃうんですよ、あそこまでが高さなんですよ。わからない、あの見えるやん、そこ、境目があるやん。その境目と言ってくださいませ。境目やん、あれ。違う、あそこっていう、その、なんていうの、表現の仕方よ。ほう、目で見え、境目。最初の境目という単語が欲しかったっていう話を俺が言っとんのは。
よいしょ。そう、今ね、喋りたいんですけど、ちょっと私が足元がフラフラしてますね。それは幽霊からのアプローチですか？アプローチですね。キャン、ちょっとね、喋りたいんだけど、これね、単独なんですよ。喋ってくれないんですよね。じーっとこちらを見てるだけ。で、おここに、骸骨も、ここに骸骨があるんです、そこに。はい。これも喋ってくれなさそうですね、骸骨さんも。骸骨が喋るって何？要は女の人がいるから喋るとかさ、男の人がいるから喋るは今まで聞いたことあるけど、骸骨って喋るの？知らん。骸骨喋ったことない。ただ変な話、有効になろうという人がいないんですよね、今探してるんですけど。まあ。いやー、動物の面がつきますね。そうですね。怖いな。あ、でも確かになんか今もう生ぬるいな、びっくりした。だろう、さっきの冷たさなくなったでしょう。うん。あそこだけが一番怖いんですよ。だけどまあ皆さんね、ね、福井のまあここも愛知県で言えば東海道、うんうんうん、と同じようなとこでね、これを行けば東海道行ったり熊野古道まで続くっていう道だと思うんですよ、古い。そうですね、北陸道っていう場所だから。だからね、決して心霊スポットではないと思います。僕には昔の、みんなが通った町、あ、通り道、はあ、ただ残念ながらまあ人通りが多いからこそ山賊にのターゲットにされてる、ね、まあお金のない人がお金のある人を襲う、これはまあ当然のこと。今でもこの時代の時でもね、お金欲しさに人を殺すっていうね、あの悲しい事件は今も昔も変わらないっていうことなんです。そう。だからまあね、こういう人たちも悪い、まあ人を殺してお金を取るっていう、本当だったらしたくないと思います。生きていくためにやってる人たちだと思うんです。そうね。そうですよね、皆さん。今ここに一人その話を聞いて、特にそこの木のところに腰掛けてます。ほう、はい、それ以上は近寄るなと言ってるものです。これ以上は近寄らないと思います。何一つなんていうの、有効度なかったわ。パチパチ出してきたね。そうね、なんか向こうの方から、奥の方からしてきたね。ちょっと、ほんと聞いてみます。申し訳ないんですけど、なぜ山賊になられたかを教えてください。はい、はい。ああ、いや、なぜ、今の言葉で言うなぜ、どうしてこういうことになったのかを教えてほしいんです。生まれて、うん、物心ついた時にはもうその部落にいたという、うん、育てられてたと。まさかの生粋のなんていうの、その、いや、捨てられてたっていうのはなんか親方様から聞いてると。あ、うん、で育ててくれてなった人だそうです。だけど好きで僕やってるわけではないと、生きていくためっていうのは確かだ。うん、うん、でもかっちゃんの言葉が通じるってことはそこまで古くないな、やっぱり。いや、変換するんです。じゃあでもさ、平家の時言葉通じなかったって言ったじゃない？平家は通じないね、なんか。だからあれよりはまだ新しいんだなっていう、やっぱその。そうだね。いや、行きます。はい、大丈夫です。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。このなんか3本の木があるところぐらいでもうゴールなのかな。すぐそばだ。多分散歩として何気なく歩いたらほんの 2,3 分で着く場所、距離ですよね、これ、うん、さっきの スタート地点から。ただ僕が怖いのは檻なんです。檻、はい、熊なのかイノシシなのか分かりませんが、いつも怖いんです、あれが。それは動物的な恐怖の話でいいよね。そうですね。はい、次はね、反対側、こっちがね、一番まずやばい方なんです。はい、